神話の時代、古代ギリシャの女神ヘラは、半身である英雄ヘラクレスの12のレイバーを妨害しようとした。女神の悪意ある破壊力とヘラクレスへの憎悪の物語は、神話の時代を超えて、時を超えて響き渡った。当時何が起こったのか、その真実を知る者は生きている人間にはいない。ヘラはその暗い精神歪曲の力を使って、古代クラブエンパイアの平和な臣民を狂わせようとしたのだ。ロブスター族はヘラクレスと親交があり、甥のイオラオスの助けを借りてレルナのヒドラを退治しようとしたヘラクレスを襲ったのは予想外の出来事であった。時は23世紀、人類は大地を離れ宇宙へと飛び出していった。ギリシャ神話を信じる者は、そのシンボリズムに興味を持つ賢明なサイコロジストを除いてもはや誰もいない。ヘラは伝説の英雄ヘラクレスを見つけられずに眠りから覚めた後、甲殻類と人類に復讐しようと考え、ネオクラブエンパイアを再建し、何百もの平和な甲殻類を洗脳して好戦的な奴隷にしたのだった。ネオクラブエンパイアは今や地球上の主要な地政学的勢力となった。ネオクラブエンパイアがその支配力を確保するにつれ、テラー、暴力、迫害への恐怖、検閲が海底に伸びのように広がっていった。回復しつつある地球の環境の中で生きる意味を見出し、ヒエラルキーを登り、狂気の女神を止め、地球の平和なバランスを取り戻すための旅が新たに始まる。ナイツ・オブ・ザ・ディープ、アゴニスティック・クラステイシャン・メイヘム。